はい、こんにちは、シャスカです。今回の動画のご視聴感謝してます。ありがとうございます。今回は、豊かさとは何かというテーマの2回目のお話になります。で、結論は同じですね。まあ、しかも一言ということになります。豊かさとは何か、豊かさとは無駄であるということですよね。で、この、ね、すごくこう単純な結論というのを、まあね、実際こう感覚にしていきたい、こう腑に落としていきたいということで、まあ、3つの具体例を使ってお話を聞いていただくということですね。まあ、前回はホテルというのを例にして、ね、人間というのはこう、ね、場所とか面積、ね、そういったものが無駄に使われている、要するにこう広々とした空間にこそ人間というのはこう気持ちよさ、心地よさ、豊かさというのを感じるというお話を聞いていただきました。今回はですね、お金についてお話を聞いていただきたいと思います。ね、まあ、大事なお金というのが、まあね、ある意味無駄に使われた場合に人間というのは気持ちよさ、心地よさ、豊かさというのを感じるということですよね。まあ、お金というのは誰にとっても大事なものなわけですけど、まあ、そのお金というのが、まあ、無駄に使われた場合に、ね、人間というのはこう豊かさというのを感じるということですね。まあ、例えば今回はバッグというのを一つの例に考えてみたいと思うんですけど、バッグですね。物を持ち運ぶ道具としてのバッグです。で、バッグって何の役割があるんですかと。で、なんでバッグっていうのは便利なんですかって言ったら、それは物の持ち運びの道具として便利だということですよね。まあ、全然バッグを持ってなくて、両手で何かを運ぼうとしたら、まあ、大したね、物は運べないですよね。しかし物をバッグに詰めてそのバッグを持ち運ぶことができれば、ね、バッグを持ってないよりもバッグを持ってた方が、まあ、物の持ち運びが楽ですよね。しかもたくさんの物を運ぶことができるわけです。だからバッグの役割、バッグの機能っていうのはその、ね、持ち運びの道具ですよね。物を持ち運ぶというのが、ね、バッグの役割であり、バッグが持っている機能ということになりますよね。じゃあそのバッグの、ね、機能を果たすために、ね、実際バッグってじゃあどれぐらいから売ってるのかって言えば、はっきり言ったら1000円ぐらいから売ってるんですよね。1000円出せばバッグが1つ買えたりするわけですよ。ね、でそうすると、じゃあ物をもあの、ね、バッグっていうのは物を持ち運ぶ道具であると。ね、じゃあその物を持ち運ぶためのバッグは、ね、まあ、1000円も出せば、ね、ちゃんと物を持ち運ぶためのバッグを購入することができると。ね、じゃあ全てのね、バッグは1000円でいいじゃないかという話なんですけど、実はね、バッグっていうのはもうそれこそね、上はいくらでもあるわけですよね。ね、1万円のバッグもあるし、10万円のバッグもあるし、100万円のバッグもあるということですよね。まあ、そうすると1000円のバッグと100万円のバッグって考えると、はっきり言ったら値段が1000倍違うわけですよね。1000円のバッグと100万円のバッグというふうに考えた場合に、ね、1000円と100万円だったら1000倍の差があるわけです、ね。じゃあこの1000倍って一体どっから出てくるんですかと。ね、差額が99万9000円あるわけですけど、この差額の99万9000円って一体どこにあるんですかと、ね、いうことなんですよね。で間違っても、ね、バッグの機能ではないですよね。ね、1000円のバッグだったら物が持ち運べませんと。100万円のバッグだったら物が持ち運べますっていうことではないですよね。1000円のバッグでも十分に物を持ち運ぶことはできるわけですよ。ちゃんと役割、バッグはバッグとしての役割を果たすわけですよね。機能を満たしてるわけです。ね、だから、ね、はっきり言ったら1000円のバッグでいいんですよ。で1000円のバッグでいいんですよね。で100万円のバッグっていうのは100あの、ね、バッグとしての機能、バッグとしての役割というのを考えると、まあ、無駄でしかないわけですよ。はっきり言ってね。ね、別に1000円で十分にことが足りるのに、ね、わざわざ100万円払うっていうのははっきり言ったら無駄なんですよね。意味がないんですよ、ね。もちろん1000円のバッグより100万円のバッグの方がね、それは品質はもちろんいいと思うんですよ、ね。使われてる材料がいいとかね。っていうね、こう品質はいいと思うし、ね、もしかしたらね、1000円のバッグよりももっとね、便利なのかもしれません。しかしどう考えても1000倍の差はないんですよね。ね、でいくらその100万円のバッグは1000円のバッグに比べて品質がいいって言ったとしても、もしかしたら1000円のバッグより100万円のバッグの方がもっとバッグとして便利だったとしても、ね、しかし1000倍の差はないですよね、絶対にね。でそう考えるとやっぱり100万円のバッグっていうのは、まあ、無駄といえば無駄なわけです、ね。でも実際に売られてるし、それをね、喜んで買う人たちっていうのがたくさんいるわけですよね。1000円で、ね、十分に、ね、役割を果たすのにもかかわらず、ね、世の中には喜んで100万円のバッグを買う、そして買った後にものすごく満足をしている人たちっていうのがやっぱりいるわけですよね。それはなぜなのかっていうことなんです。
まあ、そうした時にやっぱそういったね、100万円のバッグを買う人たちっていうのは、バッグを買ってるんだけどバッグを買ってないんですね。バッグを買ってるんだけどバッグを買ってないわけなんですよ。じゃあ何買ってるんですかって言ったら、豊かさを買ってるわけですね。豊かさを買ってるわけです。で、豊かさっていうのは無駄なんですよ。ね、1000円のバッグと100万円のバッグと比べたときに、どう考えても、ね、100万円のバッグは1000倍の、ね、価値っていうか、1000倍の、ね、差はないわけです。その品質の差とか、ね、バッグの役割、バッグの、ね、機能としての、ね、価値っていうのは1000倍の、ね、差はないわけですよ。ね、だけど、ね、喜んで買う人もいるし、買った後に満足してる人たちがいるのは何でかって言ったら、それはバッグを買ってるんだけど、バッグを買ってないわけですね。豊かさを買ってるわけなんですよ。豊かなんですよね。豊かな気持ちを感じることができるわけなんです。ね、だから1000円のバッグが売ってる場所と100万円のバッグが売ってる場所は全然違いますよね。100万円のバッグが売ってる場所っていうのは、やっぱ建物がすごくやっぱ広いわけですよ。天井も高いしね。お店も広いしね。お店が広いのに、ね、なんかね、品物はそんなにね、こう、ごちゃ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 こう詰め込まれてるわけではなくて、一個一個がね、こう十分に、ね、場所を確保した上で、ね、バッグが置いてあるわけですよね。そしてそのお店の入り口とかに、なんかね、ガードマンみたいな人が立っていたり、ね、もしくはお店の人がね、ちゃんとこうスーツ姿でいらっしゃいませ、ということで、すごくね、こう丁寧な、ね、挨拶をしてくださったりするわけですよね。そしたら、もしかしたら、ね、そのバッグをね、扱うときに素手じゃなくて、ね、こうなんか白い手袋とかをして、ね、バッグをね、扱っていたりして、ね、そして、いざね、その100万円のバッグを例えば買うということになると、ね、お買い上げ誠にありがとうございますということで、非常にこうね、紳士的な挨拶をしてくれたりするわけですよね。そういったものが全体を含めて、ね、結局豊かっていう感じなんですよ。まあ、非常にこう気持ちがいいわけですよね。ね、そのすごく広々とした空間で、すごくこう天井の高い建物の中でね、お店の中ですごくこう紳士的な人がものすごくこう丁寧に、ね、扱ってくれる。まあ、そのバッグをね、丁寧に扱うのはもちろんですけど、お客様として非常にこうね、丁重にね、接客してくれる。まあ、そういったのを全部含めた時に、やっぱりね、すごくやっぱ気持ちがいいわけですよね。感じがいいし、心地よいわけです。で、そういうこう全体的なものが全てこうトータルとして、まあ、例えば100万円という感覚に入って、価格の中に入っていて、それを、ね、全部こう、もちろんバッグという商品はもちろんなんだけど、その、ね、全体の、ね、商品サービスを全体を通じて、100万円というお金を通じて、まあ、豊かさっていうのを感じることができると。いうことですよね。だから、まあ、豊かさっていうのは言葉で言うと、もうね、無駄ということに尽きるんですけど、しかし人間っていうのは、その無駄が大きくなればなるだけ豊かさというのを感じることができるわけです。しかも大事なものをね、大事なものを無駄に使えば使うだけ、人間っていうのは豊かさっていうのを感じるわけですよね。お金っていうのは大事なんですよ。お金っていうのはね、誰にとっても大事なんです。しかし、ね、その大事なお金を1000円じゃなくて100万円使うことができたっていうことに対して、人間っていうのは豊かさっていうのを感じることができるんですね。この気持ちよさ、この心地よさ、この快適さというのが、まあ、結局豊かさということになるわけです。ね、でそうした時に、やっぱり豊かな人生を、ね、歩んでいきたい、作っていきたいということでいくと、この豊かさ感覚っていうのをやっぱりね、自分のものにしていくってことが大事なんですね。もう理由は簡単で、ね、思考が現実化するから。その人の考え方が豊かであればあるだけ、やっぱり人生っていうのが豊かになっていくんですよね。私たちの人生っていうのは極論、ね、その思考考え方の結論でしかないわけで、ね、もう考え方が豊かになればなるだけ、ね、人生っていうのも豊かになっていくわけですよね。で、そうした時に、ね、例えば両極端の2人の、ね、タイプの人がいたとするということですよね。1タイプの人は、ね、いやもうね、自分が、ね、稼いだお金っていうのは本当に大事だからね、無駄なものには絶対使わないと、無駄なものに対しては1円も使わないと、ね、もう節約と貯金だと。ね、とにかくね、節約貯金、節約貯金、節約貯金。もうバッグなんてね、物がね、入れられて運べればいいんだから、1000円でいいんだと。自分はバッグにはね、1000円しか絶対使わないと。もうどんなことがあっても1000円しかね、バッグには使わないという考え方の人がいるとしますよね。で、その考え方って、じゃあね、ケチくさいですか、豊かですかと。ね、その考え方っていうのは、ケチくさいですか、
それとも豊かですかって言ったらね、ケチくさいんですよ、ね。自分が稼いだお金だからね、無駄には使わないと、ね、節約だ、貯金、節約貯金、節約貯金と、ね、バッグなんてね、物が運べれば十分なんだから、もうね、バッグには1000円しか出さないと、ね、もうそれ以上はね、絶対出さないと、ね、いうことだと、やっぱ考え方がケチくさいんですよね。でそうすると、やっぱりね、人生もケチくさい人生になってしまうんですよ。結果的に。その人の頭の中がケチくさいので、結果的にケチくさい人生になってしまうんですね。そうじゃなくて、やっぱりね、払えると、ね。自分は欲しいと思ったものが買えると。欲しいと思ったものが買えると、払えるという、その感覚がやっぱり豊かさ感覚なんですよね。じゃあなんでお金持ちの人たちは、ね、その100万円のバッグとかを喜んで笑顔で買うのかと、その感覚っていうのをやっぱり理解してみようというところから、やっぱり豊かさ感覚っていうのは身についていくっていうか、豊かさ感覚が始まっていくんですよね。なんでお金持ちの人たちは、あんな、ね、100万円以上するバッグっていうのをね、喜んで笑顔で買っていくんだろうという、その感覚を理解しようとした場合に、初めてその人の感覚も豊かさ感覚に、ね、開かれていくということですよね。でも人間っていうのは考え方の結果ですから、人生っていうのはね。だからもしその人の考え方が本当に豊かだった場合は、やっぱりその人の人生ってやっぱ豊かになっていくんですよね、必ずね。でそうした時にやっぱりね、お金っていうのはね、やっぱりこう交換の道具であると、ね、貯金されるのが社会的には一番迷惑なんですよね、はっきり言ってね。お金っていうのはこう貯金されるのが、ね、社会的には一番迷惑なんですよ。でお金っていうのはやっぱり社会の血液なので、ね、血液っていうのはこうぐる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 循環してる状態が一番ね、健康的なんですよね。もし血液がある一箇所で止まってしまうと、ね、体が病気になってしまうし、ね、最悪の場合は死に至ってしまうということが起きるわけです。ね、そうすると、ある一人のところにお金が流れていって、そこで完全にお金がピタッとせき止められてしまうと、ね、結局それでもう、ね、血液の循環が止まる、お金の循環が止まるってことは血液の循環が止まるってことなので、だから結局経済が病気になり、やがてこう死に至ってしまうということなんですよね。でお金持ちが、ね、1000円のバッグを買っても、ね、やっぱ経済っていうのははっきり言ったら困るんですよ。ね、やっぱお金持ちには1000円じゃなくて100万円使ってほしいわけですよね。100万円使ってくれた方がよっぽどそのお金っていうのが、ね、社会の中を循環するわけです。例えば100万円の、ね、バッグを買っお金持ちが買ったと。そうするとそのお店は当然ね、まあ、儲かりますよね。ね、バッグ1つで100万円っていうお金を受け取ることができてるわけですから、当然儲かるわけですよ。儲かったらどうなりますかって言ったら、当然給料を増やすということができますよね。そこで働いてる、従業員の人たちのお給料が増える、もしくはボーナスが増えるっていうことが起きるわけです。ね、そうすると、ね、例えばお給料が増えたとかボーナスが増えたってなれば、じゃあ今度はボーナスが増えた分、ね、お給料が増えた、ボーナスが増えた分で、ね、今までよりももっとお買い物を楽しむということができますよね。で、その人たちは別のお店でまたお金を使うわけですよ。交換の道具であるお金を使うわけですよね。そうするとお金っていうのがこうぐる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 こう循環していくわけですから、まあ、みんながね、豊かになる、みんなが幸せになるということですよね。しかもお店が儲かれば、まあ、税金もたくさん払うことになりますから、結果的には国の財源にも貢献するということになるわけですよね。でお金持ちが節約するとか、お金持ちが貯金するとか、お金持ちが1000円のバッグを買うとかっていうのは、はっきり言ったらね、社会的にはまあ迷惑なんですよね。でそうじゃなくて、ね、まあ、自分たちは買えると、ね、払えるというのであれば、そのね、喜んで買う、喜んで払うと。で、それで結局お店の人たちが幸せになり、まあ、結果的にはね、納税という形で、ね、結局国とか社会にも貢献するということが起きる。ね、お金っていうのがね、ぐる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 こう循環する、まあ、その一つの役割っていうのもちゃんと担ってるわけですよね。しかも本人たちは自己犠牲的に買ってるわけではなくて、ちゃんとその100万円というお金を払うことによって、豊かさというのを体験することができてるわけです。すごくね、豊かな感覚があるわけですよ。やっぱりいい商品をいいサービスのもとで、ね、買うことができたということに対して、こう豊かさというのにお金を使っているということですよね。そのお金持ちたちが持っている豊かさ感覚っていうのを、まあ、理解することができるようになると、まあ、結果的にね、自分の考え方っていうのがやっぱり豊かになって、ね、一方では、ね、いやもう絶対1円たりとも無駄なものには使わないと、ね、いうふうにもう節約と貯金ばっかり考えている人と、もう一つはやっぱりね、お金っていうのを払える、お金っていうのが、ね、使えると、お金を使うとすごく気持ちがいい、心地がいいということで、ね、豊かな感覚を持っている人だったら、当然人生っていうのは全然違った人生になってくるということですよね。
ね、中にはね、お金と幸せっていうのは関係がないとかね、お金よりも幸せだとかっていうふうな、ね、考えを持っている人がね、もしかしたらいるかもしれないんですけど、その人はね、お金で幸せを買ったことがないんですよ。ね、お金で幸せっていう体験をね、買ったことがないんですね。だからお金と幸せは関係ないとか、お金では幸せを買えないとかっていう、ね、まあ、変な理屈になるんですよね。買えるんですよね、お金で幸せってね。お金で幸せって買えるんですよ。で、明らかにね、やっぱりね、高いお金を払って、いい商品、いいサービスっていうのをやっぱりね、受け取ることができると、明らかに気持ちがいいんですよね。心地がいいんですよ。すごく何とも言えない満たされた気持ちになるんですよね。まあ、つまりお金で幸せを買えるっていうことなんです。だからその感覚っていうのをやっぱりね、自分のものにしていくっていうことがすごく大事で、あ、こんなに気持ちがいいんだったら、こんなに心地がいいんだったら、またこの気持ちよさを体験したいと。またこの心地よさを体験したいと。ね、だからね、仕事を頑張ろうとかね、ビジネス頑張ろうとか、投資をね、もっと勉強しようとかっていうふうに、まあ、自分のね、今から頑張っていく、そのやる気の源にしていけばいいということなんですよね。こんなに気持ちがいいんだったら、こんなに満たされた気持ちになるんだったら、こんなに豊かな感覚になれるんだったら、また体験したいと。じゃあどうやったら体験できるんだろう。あ、もっと仕事頑張ればいいなと。もっとビジネス頑張ればいいなと。もっと投資をね、勉強してね、もっとね、お金を増やせればいいなということで、結局ね、その自分はもっと稼ぐということに対して大きな動機っていうのを持つことができるようになるわけですよね。だから、まあ、豊かさ感覚っていうのを自分の身につけていくっていうことがすごく大事ということです。2回目の今回の例としては、なぜお金持ちたちは1000円ではなくて100万円のバッグを買うのかということを理解するということですよね。やっぱお金持ちがね、お金を使うからこそ、ね、結局みんなが幸せになっていく。で、お金持ちがケチだったらすごい迷惑なんですよ。お金持ちがケチでね、自分たちはお金を貯金して貯金して貯金してって言って、そこでせき止められると、ものすごい社会的には迷惑なんですよね。だけどお金持ちが、ね、100万円のバッグを買い、100万円の時計を買い、100万円の洋服を買いっていうことをやってくれると、まあ、結局お店の人が幸せになり、ね、そのお店の人たちがお金をまたね、別のお店で使ってくれて、お金がどん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 循環する。おまけに儲かったお店っていうのがどん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 ね、税を払うということで、まあ、結果的にはね、国のね、財源にも貢献すると。まあ、そのお金持ちにはお金持ちが持っているやっぱり豊かさ感覚っていうのがありますから、だからその豊かさ感覚っていうのを理解して、やっぱり自分を幸せにするためにお金を使っていくと。ね、もうケチくさく自分のところでお金をせき止めて貯め込むんじゃなくて、ね、お金を使うことで自分自身を満たし、結果的に周りの人、周囲の人も幸せにしていくという、その感覚っていうのをぜひ身につけていきたいということですね。で、それで今回は2番目の例として、まあ、100万円のバッグと、ね、大事なお金を、まあ、ある意味無駄なものに使えるっていうのが、実は人間にとってすごくこうね、豊かさにつながってるんだというお話になります。はい、今回の動画ですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。よろしくお願いいたします。はい、最後までご視聴くださり感謝しています。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。